ホームの風ですす。が、少し前から追いい風風に変わっています風速は現在1メートルから2メートあたりかすかな追い風コンディションです水面自体は非常に穏やか向かる対戦第6レース一般競争ナイタータイムカチカチ61号艇内山文則2号艇高山七三、3号艇森永淳4号艇貞金順二5号艇金田大輔、6号艇門田志織以上6名の対戦です コース通りも静かに進んでいきます枠番通りインコースからは1号艇内山文則です予選クリアーとしています後半11レースの準優勝戦控えますその前のインコース戦ここは弾みをつけたいところです1号艇内山2コース2号艇高山吉久3コースから3号艇森永順と1 2, ・2・3枠番通りスロー勢が構えて門内の4コース前半2着連帯でした 4号艇、定兼順次角一の4コース5コース、5号艇、金田大輔サイアト6コースは地元6号艇、角田志織、水人さんに向けた戦い、ついています、6号艇、角田第6レース一般競争、ナイタータイム、勝ち勝ち6、内から1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番ですスタートしました、インコースセンター勢1号艇、3号艇、さらには6号艇、この辺りコースアウト一周の石巻家。 る1号艇内山に刺す2号艇高山狭いところ割ってくる3号艇ですがここが前が詰まった内側から切り込んだ6号艇角田向上面に入ります先頭争いですが1号艇内山に対して内側からとらえた並走とした6号艇角田すぐ後ろから4号艇2号艇追走など6レーススタートは正常となっています一周にマーク内側から2号艇高浜関もかわす6号艇角田確定ホーム側先頭抜け出した6号艇角田しおり2番手からは1号艇内山史紀3番手から は号高上位体系は6番1番2番の体勢でレースは2周目1マークへと突きますさあ水陣さんに向けた戦い戦闘は6号艇片田2番手からは1号艇内山切り込んでくるのは2号艇高山向こう上面に張ります2番手走る1号艇内山に対して一定進半差3番手から追走は2号艇高山となっています目下のところ6番1番2番でレースは2周にマークです 1>, 先頭1人旅、6号艇、角田、そして2番手、1号艇、内山に対して開いて差してくるのは2号艇、高浜、確定ホーム側へと戻ります、2番手の添い、こ,こもこらえているのは1号艇、内山、そして3番手、2号艇、高浜となっていますレースはこれより最終周回へ届きます。 1一周1マーク、左右についてそしてバック中間で捉らえていきました、先頭は地元6号艇、角田志り2番手からは1号艇、内山文則3番手には2号艇、高浜さん上位体系は6番、1番、2番の体勢でラストコーナーへと続きます待ちに待った初勝利まであと少し先頭は6号艇門田、角田そして2番手、1号艇、内山3番手、2号艇、高浜。 ホームに帰って上位体形は6番、1番、2番の体勢先頭6番、門田初勝利の五輪2着、1番、内山3着、2番、高浜五輪4番、3番、5番と五輪です第6レースの着順確定をお知らせいたします。